水曜日です。独立総合研究所青山茂春さんの登場です。青山さん、おはようございます。おはようございます。もう今年も半年が終わろうとしてるんですが、この、はい、半年を振り返ると外交でいろんな動きがあったように思いますね。それはこれからもずっと続いていくと思いますが。あ、そうですか。今おっしゃった通り、はい、来月からいわば今年も後半戦に入るんですね。でその後半戦、例えば安倍総理も本当私たちの代理人に過ぎません。はい、日本の主人公は僕たちだけです。普通の日本国民だけが日本の主人公で、はい、主人公ということは実は最終責任者です。はい、主人公が自分なのに最終責任は総理にとっていただく、あるいは恐れながら陛下にとっていただくということはできませんから、うん、僕らこのラジオを聞いているリスナーの方々もいろんなご意見の違いがあり、もちろん収入も違い年代も違うわけですけど、等しく日本に生まれあるいは日本国籍を取られた方、日本国民は全て日本の最終責任者です。うん、その最終責任者の判断、私たちの判断が問われる、そういう今年のいわば厳しい後半戦になる可能性もあります。お、そうですか。で今日その話お話をしておきたいんですが、はい、これはいわば僕自身も含みまして私たち日本国民が一人一人自分はご自分はその時どう考えるのかどう決めるのかということをあらかじめいわば準備していただきたいからです。はい、でまずは今年後半戦に、うん、おそらく起きるだろう事態は拉致被害者のごく一部の帰国ですね。はい、でこれはこの番組でももちろんお伝えしました。はい、おっしゃってましたね、青山さん。はい、はい、全面再調査というものが新しい動きとしても出てきます。はい、で政府認定の拉致被害者の方々の全員あるいは特定失踪者と呼ばれる家出人のような方々の中で家出する理由のない方、はい、あそこに民間の努力で特定といういわば漢字をつけまして、うん、北朝鮮に誘拐拉致された恐れの強い方々、こういう方々が一気に今回いずれにしろ全員帰ってくることはありえません。はい、それはどうしてかというと北朝鮮の独裁体制そのものは何も変わってないからです。うん、お父さんから息子さんになっただけですね。はい、でしたがってごく一部あるいは一部の方が日本に、まあ、ものすごい騒ぎと報道の中で帰ってこられるときに、はい、私たちはそれをどう受け止めるか判断するかというのがまず問われます。はい、でここはあえてこの番組報道番組ですけれども僕個人の意見を一点だけ申しておきますと、はい、これで終わりにするかどうかを私たちは判断する、それは絶対にしてはいけないと思います。終わりではありません。はい、先ほど申しました通り僕たちにどんな違いがあっても全員同じ最終責任者ですから、はい、どなたかを勝手に見捨ててしまえば、うん、そこで日本はおしまいです。うん、国民国家とは二度と呼べなくなる。はい、子供たちに手渡す国ではなくなってしまいます。うん、だからこれで終わりなのかいや終わりにしないのかっていう判断はありえないんです。はい、そうではなくて第一段階としてはやむを得ざること、 ごく一部あるいは一部の方の帰国でもそうやって認めるのかどうか、いやそうじゃなくてあくまで全員を段階的にでも返すという保証を取らない限りは前に進めることをしないのか、その判断がこの、はい、秋以降あるいは、冬までには問われるということをまず一緒にお考えいただきたいんです。それから、まあ、時間がないですから話先に進めますと、はい、そうした中で11月にロシアのプーチン大統領が来日する予定です。はい、しますね。はい、これ一部のメディアは例のウクライナに絡んでプーチンさんは日本が制裁に加わったことを怒ってもう来日しないんだということをまるで喜ぶように報道しているところがあって、はい、本当に困った話で、うん、日本が困る話を喜んで報道するっていうのもいい加減やめたらどうかと思いますが、うん、しかもそれ事実に反していて、はい、僕なりにインテリジェンスとも接触して掴んでる判断では、プーチンさんはすごく来日したいんですよ。あ、そうですか。そうです。おープーチンさんは利用できるものは何でも利用したいというもともとしたたかな人ですし、はい、そしてウクライナ問題で、追い詰まれていることも事実ですから、うん、例えば中国の習近平さんと本当は考えが合わない、はい、例えばロシアの一番東、日本に近いあたり、シベリアの果てのあたりでは、はい、中国の圧迫、うん、
つまり中国人がどんどん増えていったり、そういう圧迫があって、プーチンさんは中国に対して非常に警戒的ですが、それでもバーンと手を結んだりするわけです、ね、はい、中国とロシアと少なくとも見かけ上手を結ぶことを見せた以上は、これ日本と手を結ばないと、はい、要するに中国はさらにのしかかってきますから、だからむしろプーチンさんの方が必ず11月は来日したいという意思があります。で、来日した時に、手ぶらで来るよりも、はい、安倍総理や日本国民を、うん、やっぱ喜ばせるような、手土産を持ってくる可能性の方が強いです。それは何かというと、もちろん北方領土であって、ずっと動かずに来た北方領土問題が突然11月のプーチンさん来日で動く可能性があって、まだもちろん中身分かりませんけれども、今のところの可能性選択肢の一つで言えばですね、4党のうち歯舞しこたんは少なくとも将来的には返還するという、提案をプーチンさんがしてしまう。そして同時に大きな島の国後択捉については、はい、日露で共同開発しましょうと、地権の問題はとりあえず棚上げにしましょうと、はい、いう提案をすることはもう十分に可能性としてあります。これ実は日本政府はずっと僕は間違ってきたと言ってまして、4党返還を目指してきましたね、はい、ですね、あるいは公言してきましたね。4党と言っちゃったら4党返還はありえないんですよ。これ、日本とロシアがもう一度戦争するわけじゃありませんから、はい、外交交渉で、ゼロ回答も少ないけれども、満額回答はもっと少ない、ありえないんですよね、はい、だから4党と言ってしまってるから、これ話半分になるしかない。その半分っていうのが、4党のうちの2島、歯舞しこたんというとっても小さな島の実質的な返還にとどめるのか、はい、いや、例えば麻生さんが前言ったことがある面積2等分にするのか、それから実は4党だけで終わらせるんじゃなくて、本当は日本とロシアの間で生きている条約というのは、なんと日露戦争の後の条約だけなんですよ。サンフランシスコ講和条約に当時のソ連、今のロシア加わってませんから。だから本当は右翼的な話じゃなくて、まともに考えれば千島列島全島と樺太の南、これ日本の今の報道はサハリン、サハリンって言いますが、それロシア語です。はい、日本語で樺太、その南半分は未だに実は日本のものと考えるべきであって、それをテーブルに載せてたらその半分で4島全部の返還はありえましたけども、はい、今はそれがない状況でプーチンさんが大胆な提案したときに私たちが認めるのかどうかというのを問われます。そしてもう時間なくなりましたが、はい、あとはまさかまさかの可能性があって、その一つは秋の解散です。いきなり安倍さんが、はい、例えば拉致被害者の帰国につながる動き、つまり9月に安倍さんがひょっとしたら訪朝するかもしれません、うん、そして11月のプーチンさん来日の前にバーンと衆議院解散を打ってですね、はい、この内閣改造じゃなくて、その場合は解散の後安倍さんが無事に勝てばもう一回組閣するわけですね、はい、内閣改造だけだと必ず内閣の力弱ってしまうんですよ。今の内閣がしかも問題を起こした閣僚いませんね、はい、ですからそうじゃなくて国民に信を問う、例えば集団的自衛権の問題でも信を問うという理由は十分立ちますから、はいはい、まさかの解散、はい、これ可能性だけではなくて、模索はすでに始まっています。始まってるんですか。はい、それね、解散して私たち投票に行きますが、その前に国民が、はい、その衆議院解散私たちに聞けということを求めるのかどうかがまず安倍さんの判断に影響するんです。そして最後に申せば、最後のまさかはこういう安倍さんに混乱をぶつけるために、はい、中国人民解放軍がまさかのまさかでこの時期に今年後半に尖閣諸島に、漁民に偽装した兵士や工作員を突然上陸させて、安倍さんの動きを見る、あるいは安倍さんのこうした前へ前へという動きを、牽制する、混乱させるということもありますから、さあその時に私たちの自衛隊や海上保安庁、警察をどう動かすのかというのは本当は世論の判断です。はい、それを考えていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、独立総合研究所青山茂春さんでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。